いかがですか？ちゃんと聞こえますか？あ、はい、大丈夫です。はい、じゃあ、次の授業に入りたいと思います。それでは今日は、2回目はですね、多分、レジュメを与え、お送りしたと思いますが、今日はイエスの弟子であるとはということについて、皆さんと非常に関係のある内容のお話をしてみたいと思いますね。マルコによる福音書の第3章の13節から15節までをお読みいただきたいと思います。じゃあ皆さん一緒に読みましょうか。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは御許に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったというふうにあります。つまりイエス様が弟子を招かれる様子がここに書かれているわけですね。イエス様の人生は非常に短いものでありました。なんとイエス様にはこれはもう大変大きな働き、使命というものが与えられておったわけですね。これはもう全人類に関わる問題、あるいは全宇宙に関わる問題、そういうような大きな使命を抱えてイエス様はこの地上に来られるわけですけれども、それなのにですね、イエス様の人生というものは非常に短いものでしたね。この短い間にイエス様はご自分に課せられた課題を成し遂げなければならないということでありました。しかもイエス様はその準備になんと30年を費やされたわけですね。そして実際の働きはわずかに3年半であったということが、皆さんもそのことは知っていらっしゃる通りですね。ですからイエス様は最初からですね、自分の働きは次の時代に引き継がれなければならない、こういうふうにお考えでありました。そのために選ばれたのが弟子たちです。最初の弟子が選ばれてもうすでに2000年が経つわけですね。でもイエス様は今もご自分の弟子たちを選んで、その弟子たちによって働きを継続しておいでになると言ってよいと思います。ですから我々クリスチャンは皆イエス様の弟子です。でイエス様の任務を遂行するという働きが我々に課せられておるんだというふうに思いますね。ではですね、イエス様はどのように弟子を養成なさったのか、それが今日一緒に考えてみたいことですね。皆さんは今ですね、学院においてこの養成されているわけですが、しかしイエス様はどんなふうに養成なさるんだろうかですね、そういうことをですね、今日一緒に考えてみたいですね。で、そのことが今朝の聖句に書かれていますが、読んでみますと、イエスは山に登り、ご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来たとあります。で、第一にイエス様が弟子を養成なさる方法の第一はですね、弟子たちの方からイエス様の方に行ったわけではなかったということです。とても不思議なんですけれども、むしろイエスが呼び寄せられたから彼らは弟子になったということが書かれていますね。で、つまり彼らは自分の方から願い出て弟子になったのではなくて、イエス様の方から働きかけて呼び寄せられたわけですね。で、このことはとても大事なことなんだというふうに思います。
私も考えてみますと、自分の方から神を求めてクリスチャンになったとはとても言えません。で、自分がどうやってクリスチャンになったかを振り返りますと、つくづくそう思うんですね。で、先ほども言いましたように、僕は16歳の時、高校生の時にクリスチャンになったわけですね。初めてキリスト教と出会ったわけですけれども、でもそれまで僕は教会に行ったこともなければですね、また聖書を読んだこともありませんでした。キリスト教とは全く無縁の世界に生きておったんですね。で、そういうような状況であったのにもかかわらず、不思議にですね、私の田舎の町は人口6000人ぐらいの小さな町ですよ。その小さな町に一人の婦人宣教師がやってきて、その婦人宣教師と出会って僕はまあクリスチャンになってしまったんですね。で、これはですね、子供の頃を思い出すとですね、全く僕の思い描いたことのない出来事でした。これは僕の家族だって思い描いたことのないことであったんですね。だって全くキリスト教とは無縁の世界に僕は16年間生きておったわけですから、親からも聞いたことがなければですね、そういうような小さな町に本当に偶然というかですね、なぜその宣教師がカナダからわざわざそんな小さな町にやってきたのか分かりませんけれども、とにかくやってきた。まあ、その16歳以前ですね、もっと小さい頃はですね、まあ、僕は子どもの頃絵が大変、まあ、上手だったんですね。ですから小学校の時には絵の大会があると大抵入選しました。ですから小学校の時にもらった賞状だけでも30数枚あるくらいですからですね、ですから子供の頃頭に描いたのは、いつか絵描きさんになりたいなとかいうような思いは思ったことがありましたね。ところが僕は小学校6年生の時に大病をします。で、1年間学校へ行かなかったですね。ですからこの病気が治ってこの学校へ行く時にもうみんな中学に上がっていました。で、小学校と中学校は雰囲気が全然違ってましたね。それで自分は絵が得意だというふうに自負しておりましたから、どうも中学校に美術部というものがあるということは知ってそこへ行ってみた。そうしたらですね、小学校時代は自分なんかよりはずっと絵が下手と思っていた人たちが随分うまい絵を描くんですね。それで僕は失望して絵を描くのをやめてしまったですね。続けていればあるいは絵描きさんになったかなとも思うんですけれども、とにかくやめてしまったですね。まあ、そういうふうにですね、自分はそういう思いを子供の頃持っていたけれども、しかしクリスチャンになるというような考え、あるいはキリスト教という字は私の世界にはなかった。まあ、そういうような中で僕は先ほども言いました電波高校というところへ行きましたね。まあ、非常にその学校へ行って落胆はしましたけれども、一つその学校のいい点は、もともとその学校は、通信士の養成所から始まったんですね。外国航路の通信士ですから、途中途中を学ぶわけですね。ですから、まあ、電気は嫌いだけれども、とにかくあるいは通信士の資格でも取って、外国航路に乗って世界を見たいなという気持ちは あった、まあ、そういうような思いは ありましたけれども、結局その学校にも失望してですね、あまり熱心に勉強はしませんでした。で、そういう将来が見えず暗い気持ちになっていた時に、僕はまあ宣教師に出会ったわけですね。で、まあ、こうして僕は初めてこの宣教師に触れて、キリスト教に触れ、非常になぜかこの宣教師の生き方に感動するわけです。で、こうして自分はクリスチャンになり、今牧師をこうしているわけですが、考えてみればそれは過去に一度も自分の心に思い描いたことのないものでした。実に不思議な出来事が自分に起こった。僕の家族もそう思っていますね。ですから振り返って思うのは、自分がクリスチャンになるということは、これは神様がなさったことだとしか言いようがないわけです。自分から求めたわけではないのに、
神様が私を引き寄せてくださっていたんだなとしか思いようがありません、ね、ですからイエス様おっしゃいました。あなたが私を選んだのではありません、私があなたを選んだのですというふうに言われています。ですから、まあ、そういう意味で第一番目にですね、このイエスはどのようにして弟子をお作りになったか、第一はですね、これは誰も自分から望んでではなくて、イエスの方から呼び寄せられて皆弟子になったということです。で、ですから私もなぜクリスチャンになったのか、そしてまた伝道への道に導かれたのかということを思い起こしますときにですね、これはさまざまなことが働いてイエス様へ導かれていたことがわかります。自分の家が貧しかったこと、たまたま電波高校に受かったこと、電気が嫌いだったこと、自分の進路が断たれ自暴自棄になったこと、人生について思い悩んだこと、そうして宣教師と出会い、そして彼女の自由な心に触れたこと、そうした全てのことが実は偶然とは思えないわけです。神がそれらの一つ一つの出来事を通して私をご自分の方に引き寄せておいでになったんだなというふうに思います。皆さんも同じだというふうに思いますね。そこで私は確信します。私はですね、キリスト教を自分で選んだと思っていたけれども、実はそうではなかった。自分が選んでいたんだったら皆さんですね、それ自分でそれをやめることができます。でも神様が私を捉えてくださったんだったらば、神様が私を引き離さない限りにおいて私たちは逃げられないですね。つまり神様の働き、神様の選びによって我々はクリスチャンになり、またこうしてですね、弟子となる道へと導かれていたんだというふうに思いますね。で、その神の選びの思想、これを神様の先行的恩寵というふうに神学的に言うんですけども、我々が自分で始めたのではなくて、神が私たちの上うちに始めてくださったですね。もし神様がですね、自分の人生をこういうふうに仕向けてくださったんであればですね、これは子供の頃思い描いたことのない人生でありますけれども、神様が導いてくださったんであるならば、これはもう神様が責任を負ってくださいますですね。そういう一つの人生だと思います。ですから皆さんですね、第一番目に覚えていただきたいのは、人は皆イエスに呼び寄せられてイエスの弟子となるということです。イエスはご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来たとある通りですね。で、去年からかですね、僕はある人とずっと文通をやっていますね。でその方はですね、この何と言いましょうか、長い間実業界でいろいろ働いてた、まあ、女性ですけども、そういうような国際的な仕事をしていた人ですね。でも退職なさって香港でふとしたことから教会に行き始めたそうですね。そして教会に行き始めて、その後信仰についていろいろと悩んでいて、それでインターネットでいろいろキリスト教について調べたり、あるいは書かれているものを読んだりしながら自分の心の中をですね、点検しておったとありました。そうしたらですね、このもうとてもキリスト教は分かりづらいし、だからやめようかと思っているときに、インターネットでなんとですね、CFNJ の聖書学院の、まあ、機関誌ですか、毎月、発刊されている、その記事にたどり着いたそうです。そこになんと、僕の書いた記事が書いてあった。それでそれを読んだらばですね、クリスチャンは弱くてもいいんだと書いてあったそうです。それで、まあ、僕はそんなこと言ったんでしょうね、弱くてもいいんだって。そうしたらですね、その文章で非常に楽になった。で、何度も何度もその文章を読んで、クリスチャンは私みたいなものができるんだなと思った。
それでですね、その方はいろいろ調べて、たどり着いたのが大洲キリスト教会のホームページにたどり着いて、で僕の E メールが分かったんでしょうかね、それで向こうからメールをくださったわけです。でそれからいろいろとキリスト教について質問を聞きながら、そしてそれにお答えするというような形で、文通が続いて今も続いているわけですけれども、でその方は自分みたいなものが本当にクリスチャンになっていいんだろうか、先へ進むべきだろうかといろいろと悩んでいたですね。でその時におっしゃったことが、突然教会へ行くようになってそのことに戸惑っていますと書いてありました。そして迷っているんです、先に進むべきかそれとも戻るべきかと。でも一つだけはっきりしているのは、自分が何か強い力に引き込まれるようにして急に教会に通い始めたことなんですと書いてありました。でも一体これはどういうことなんですかというふうに、この質問があったので僕は思いましたですね、大丈夫です、それは神様があなたをご自分の方に引き寄せておいでになるので、あなたはですね、何か不思議な力によって教会に行き始めたんだと思います。ですから必ず、ね、前にお勧めになると、そうすると必ず神様がさらに次のことを示してくださるに違いありませんとお答えしたんですね。で僕はそういうこの方の頼りを読みながら、今でも神様は不思議に全然キリスト教と関係のないですね、大きなこの仕事をしている人たちの中に突然教会に行きたいという気持ちを与える、なぜだかわからないけど足がそこへ運んでいくですね。そういうふうにして神様は招き寄せておいでになるんだなということを思いますね。ですから皆さん、第一番目にですね、イエス様が弟子をお作りになるときにはイエスの方から招いてください。私たちも皆さんもですね、学位に講演しているということは皆さんの願いやあるいは皆さんの決断によったんじゃないと思います。これね、やっぱりイエス様が皆さんをここに招き寄せてくださったんだと思いますね。ですからイエス様に計画があります。でこれからもですね、招き寄せた者たちに対して神はですね、さらに不思議な技をしてくださるに違いないというふうに思います。僕も16歳の時に、ね、このいらっしゃいと言われた。でもですね、なんとすぐには行かなかったんですよ。で、1週間迷った。でも不思議に思うのは、1週間行ってみたいなという気持ちがなくならなかったことです。大抵1週間も経てばね、もう、ね、こう忘れてしまって、あるいはもう気にも留めなくなると思ったんですけども、1週間待っても行ってみたい、やっぱり行ってみたいというような気持ちがね、この内側にどん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 起こってきた。これはなぜなのか、これはイエス様が自分をですね、あの時招いておいでになったんだなということを今思えば分かるわけです。ですから、そういう一つの招きが今もあること、そしてまた皆さんをイエス様は招き寄せてくださったということをですね、覚えていただきたいですね。で、第2番目にですね、イエス様の一つの養成の仕方、弟子の訓練の仕方はですね、イエスは呼び寄せられた弟子たちをどうなさったかということですけど、どうなさったとありますか？そこ読まれると。自分のそばに置かれたと書いてあります。それは彼らを身近に置くためであったと書いてあるんですよ。これがイエス様の弟子の訓練の方法ですね。自分のところに招き寄せてすぐに伝道せよとおっしゃるんではなくて、イエス様と一緒に生活をするということが弟子のとなるための最大の訓練の方法ですね。多くの人はイエスの弟子となるとは伝道することだと思いますが、そうではありません。何よりもまずイエスのそば近くにいることなんです。ですね。で、そばにいるというと、イエスのそばにいて何をするんですか？何が起こるんですか？イエス様からの影響を受けるということです。
これが弟子訓練ですね。全人格から影響を受けます。日々イエス様と共にイエス様に学びます。イエス様の影響を受けますですね。イエス様の雰囲気に触れますですね。そういうような一つのイエス様からの影響を受けることですから、僕は思うんですけど、神様が求め望まれる器とは必ずしも皆さん能力の人ではありません。むしろですね、イエス様に憧れている人です。私はイエス様から学びたい、イエス様が本当に魅力的だ、イエス様が不思議に私の心を捉えて離さないというような、イエス様に対する強い憧れと、イエス様と一緒にいれば自分はとても慰められるというような気持ちをたくさん持つとですね。ですからイエス様は言われました。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。で、こうしてですね、このイエス様と共にいるということが実は最大の弟子訓練です。で、イエス様と一緒にいるためにはイエス様が好きじゃないといけない、あるいはイエス様に憧れなければならない。皆さん憧れてますか、イエス様にですね。で、イエス様のうちに毎日毎日何か新しいものを見つける、あるいは新しい感激がある、感動がある、驚きがある、こういうようなものが私たちにあるということが実は大きな訓練です。多くの人はね、弟子訓練というと聖書を学ぶこと、もちろんそれも大切ですけど、また祈ること、それも大切ですけど、伝道の訓練をすること、それも大切ですけど、でもそんなことよりもまずですね、イエス様と一緒にいるということです。皆さん一緒にいますか。それが一番大事なことですね。で、私の妻がある時、自分がどうやってイエスと出会ったかについて話してくれました。で、彼女はですね、高校を卒業してですね、そしてこの大学受験のために予備校に通っていましたね。そうしたらある友人に誘われたんです。その友人は彼女と同級生で、高校を卒業して日本の外務省にですね入った人ですね。外務省に入りましたから、当然英語が必要なんで、一生懸命彼女は英語を勉強していました。そこで妻を誘って行ったんですね。あの日野駅の近くにね、アメリカ人宣教師の教会があるわよと言いました。本物の英語が聞けるから一緒に行ってくれないというふうに誘われたそうですね。そこで、彼女は初めてですね、そのアメリカ人の宣教師が伝道しているというその教会に行っていました。行くと、なんとそこにはわずか10人ばかりの若い女性がいただけの小さな教会だったんですね。その宣教師の名前がジャック・ロッカーという人でした。で、そこで初めてこのジャック・ロッカーという人と彼女は会ったわけです。で、その日のこのジャックという宣教師、ジャック・ロッカーという宣教師の話にとても感動しましたけれど、それ以上に彼女の魂を揺り動かしたのはですね、説教が終わった後に祈り始めたこのジャックさんの祈りでしたね。このジャックさんの祈りを聞いているとですね、彼女はあたかもそこにイエス様がおられるようにですね、感じましたですね。本当に生きたイエス様に祈るようにこの宣教師は祈ったんですね。それを聞いてですね、彼女はああここに神様がおいでになるという生まれて初めての大きな体験をしましたですね。で、その後彼女はこのジャックさんに強い憧れを感じました。そしてジャックさんのうちにいるイエス様に憧れるようになった。ですから彼女は言います。私の最初のキリストとの体験は宣教師のジャック・ロッカーという人への憧れであり、かつまた その宣教師がお祈りしているあのイエス様に対する憧れが私の心を捉えたことだと話してくれましたね。で、僕も思い起こすと、私を導いたのもやっぱりこの一つの宣教師に対する憧れがありました。
それがイエス様の憧れへと導いていったんだと思います。ですから信仰というのは何なのか。これは神様に対する憧れ、イエス様に対する憧れですね。これが私たちのうちにあるということが弟子へのですね、最大の訓練の方法だと思います。ですからダビデはですね、何と言いましょうか、イエス、神様の麗しさに心を奪われた人でしたね。彼は歌いました。私は一つのことを主に願った。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふけるそのために。ダビデの心にあった信仰っていうのは、これは神様の美しさに対する感動なんですよ。もう神様に憧れたんですね。ただ私はこの一つのことを願います。ただあなたのですね、この宮に留まることですね、あなたと共にいることが私の大きな憧れです。切望です。とこういうふうに言いました。で、賛美歌作者のフレデリック・フェーバーという人もですね、私はただ座って神を思うと言いました。おお、なんという喜びだろう。神を思い、皆に生きる。これに勝る幸いは他にないというふうに歌いましたけれども、僕はそういうですね、神様の生徒たちの中にあったのは、神様に対する強い憧れですね。ときめきです。で、これは皆さんですね、イエス様と共にいることです。で、一緒にいるには、その感動がなければですね、一緒にいることはできないですね。どうぞ、そうした憧れることが、キリストの弟子になるということなんだなと思いますね。で、神様の最大の関心事は、で、僕たちがどれだけ伝道したかとか、どれだけ聖書を知っているかというのではなくて、どれぐらい神様を慕う心があるかということなんじゃないでしょうかね。で、私もその後このジャック・ロッカーという宣教師と何度か会って、本当にこの人の影響を受けましたですね。私は伝道を始めた当初ですね、このジャック・ロッカーという人を招いて、そしてですね、この一緒に、数日過ごしました。もともと東京にやってきて、東京のいくつかの教会で話をすることになっていたんですから、僕はこのジャック・ロッカーについて僕の妻からたくさん聞いていたので、一度会いたいと思ったんですね。でも東京に行って、この彼の集会に出ても、彼と個人的に話すことはとても難しいと思ったので、なんとかして僕はですね、小さな教会であるこの大津の町に招きたいと思ったんです。一日でもいいから彼をここに連れてきたいと思ったんですね。それで僕はそのジャック・ロッカーの日本における滞在のプランを立てているもう一人の宣教師にもう嘆願しました。その計画の中でね、一日でも二日でもいいので僕にくださいと言ったんですね。で、その宣教師は親切に2日間だけ、ですね、その時間をくれました。で、僕はそのためにわざわざ東京まで迎えに行きましたね、彼。全然日本語がわかんないので、で迎えに行って、そして連れてきました。そして2日間、僕はこの宣教師と一緒に過ごしたんですね。何度も何度も、こんな人はいないって私の妻が言うので、どんな人だろうと思ってですね、僕は招いたんですよ。そして招いたらですね、朝ごはんを食べます。で、朝ごはんが終わって、僕が一つ質問をすると、彼の答えはね、2時間ぐらいかかるんですよ、答えが。それで僕がもう一つ質問すると、さらに2時間ぐらい答えてくれるんですよ。とうとう最初の一日は朝から夕方までその食卓から離れることはありませんでした。で、翌日また朝食の時が来ました。また質問をします。そうするとまた2時間。結局ね、2日間、2泊3日したんですけど、ほとんど僕はその宣教師と食卓で過ごしましたね。驚くべき人でしたね。で、僕は次の日の朝のことでしたか。
ですね、僕は朝ごはんができたので彼を2階のゲストルームまで呼びに行きました。階段を上がってですね、彼の部屋の近くまで来ると彼はもうですね、自分の部屋から出て、階段2階の階段2階の廊下から窓を見て、窓の外をじっと見ていました。そうしたらですね、ふっと見ると彼の目はね、涙でいっぱいだったんですよ。それで僕はふっと、ああ、彼は神様と交わってるんだなと思って声がかけられなかった。するとね、僕の心に不思議な神様の臨在を感じましたね。本当に畏敬の念に包まれた。で、この人は本当に神様を愛している人なんだなということが分かったんですね。ですから、このジャック・ロッカーと2日間過ごして分かったのは、いかに神様に対する憧れというものがその人を作るかということをですね、この人を通して教えられたですね。ですから、このジャックさんから教えられたことはですね、この何よりもイエス様を慕うということの素晴らしさをですね、教えていただいたような気がしますね。ですから、今もし誰かがクリスチャンになって、あなたが得た一番のものは何ですかと問われるならば、私も迷わず答えるだろうと思います。それはイエスという空前絶後の人格を持った方への憧れです。その憧れが、ね、光となって僕の人生をこれまで導いてくれたように思いますね。ですから、そういう意味でですね、皆さん、イエス様が私たちを弟子となさるその方法は何かというと、イエスが皆さんと共におられるということです。あるいは皆さんがイエスと一緒に時間を過ごすということです。これが最大の訓練ですね。で、そのためにはイエス様に対する憧れがなければ、長時間イエス様と一緒にいることなんてできませんですね。ですから、皆さんのうちに憧れを培っていただきたい。で、僕は高校を卒業して大阪のシャープという会社に就職して働いておりました。でもね、やっぱりイエス様をもっと知りたいという思いは募ってきて、もう抑えることができなくなりましたね。で、働き始めて3年後、僕はとうとうその会社を辞めた。で、それは決してね、牧師という職業に就きたかったからじゃないんです。むしろですね、イエス様という方をもっと知りたいなと思った。それがね、そういう一つの憧れが、その行動を私に取らせたんだというふうに思いますね。ですから、どうぞ皆さん、この日々の生活の中で、あるいは皆さんの人生の中に、誰かに憧れたことがありますか？あるいはですね、そういう憧れを通してイエス様につながり、イエス様に憧れているだろうか。これがですね、イエス様と共にいるということ、また最大の訓練を受けるという道なんだろうというふうに思いますね。でも最近はですね、誰かに憧れるということは少ないんだそうですね。ある人がこんなことを言いました。人を尊敬することのできる人は、人から尊敬されるに値する人と同じくらいに今日では稀であると。少ないと言われていますね。で、単に尊敬に値する人が少ないっていうんではありません。自分より優れた人を見つけて、その人に尊敬を与えることのできる人が、今日では非常に稀なんだと言われているんですね。で、けれども、私にとりまして、キリスト教とは何かと問われるならば、それはですね、自分の憧れる対象の発見です。自分の先生の発見でしたですね。それは私が今後誰に習い、誰についていくかということを決定した瞬間でした。僕はイエス様に憧れて、生涯このイエス様についていきたいというふうに思ったんですね。ですから、イエスはで、この招いたものをご自分のそば近くに置かれたとあります。
こうして私たちはイエス様から訓練を受けるんだというふうに思いますね。でこうしてですね、イエス様の訓練があの弟子たちと共に始まりましたように、今も多くの人々を招いて時間をイエス様を過ごしておいでになるというふうに思います。こうしてイエス様と時間を費やした者たちを今度イエス様は伝道に使わされました。でも大事なことはですね、使わされる前に彼らは十分イエスと共にいたということです。で皆さん福音書を見ましても、イエス様の弟子たちはどうもおっちょこちょいですね。いや本当に大丈夫かなと思うくらいな感じの姿がいろいろあります。でも彼らがイエスと共に過ごしたことは驚くべき変革を彼らのうちに与えていくんです。これはもう信じられないようなことですね。でそうした後に彼らは使わされていくわけです。ですから大事なことは使わされる前にイエスと十分共にいるということです。なぜそれが大切か。伝道とは自分がイエスから受けた感化を人にもたらすということが伝道なんですから。何の影響も受けなければ人に与えるものは何もありません。影響を受けた分だけ僕たちは人に影響を与えることができます。ですね、まあ、そういうようなことが本来伝道というものだろうというふうに思いますね。でまあ皆さんは札幌にいます、札幌バンドということを聞いたことがあると思いますが、ね、札幌にクラークはどれぐらいいたと思いますか。わずか9ヶ月、短いですね。ところがこのクラークから影響を受けた人たちは驚くべきことを日本の社会にしました。ですね。ですから、人が与える影響というのは大きいんだなということをつくづく思いますね。まあ、最近僕は、石橋湛山の65日という本を読みました。皆さんご存知ないでしょうね。石橋湛山知っていますか？知っている人いる？いないね。あの、日本の総理大臣の中の一人です。戦後、総理大臣をわずか65日やった人なんですけども、でもすごい総理大臣ですね、立派な人でしたですね、この石橋湛山という人の本をこう読んだんですけれども、この人はね、戦争前にジャーナリストでした。そしてですね、この何と言いましょう、軍国主義に決して屈しない人でしたね。そしてこういうことをどんどん文章に書いていった、勇気のある人です。ね、日本はどん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 ですね、この領土を拡大していました。で、朝鮮を取り、満州を取り、それから台湾を取り、それからですね、南太平洋の島々を取り、日本のですね、地図はどん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 広がっていく。で、そういう時にですね、この石橋湛山という人はですね、そうやって侵略戦争に突入するということは愚かだと言いました。むしろですね、できるだけ早く、満州はもちろん朝鮮、台湾、樺太も早く捨てよというふうに、あの文章を書いた人なんですよ。そうしてそれを捨ててしまうことが日本を生かす唯一の道だということを大胆に語った人なんですよ。こんな勇気のあるですね、あのジャーナリストはいなかったと思いますね。そして彼はね、こう言いました。どうせいずれ植民地は全世界の国々が失う羽目になる。これも予告ですね。だからイギリスも必ず植民地を失う。アメリカだってどんなヨーロッパの国々もいつかは植民地を失うということは歴史の方向なんだって言いました。いずれそういうふうになるのになぜ日本は逆行して植民地を得ようとするのか。愚かなことだっていうふうに言ったんですね。で、もしですね、今日本が他のヨーロッパの国々に先駆けて朝鮮やあるいは台湾やその他の植民地を全部自由にして解放するならば、日本はアジアの多くの国々から尊敬を得て彼らを友達にすることができるだろうというふうに言ったんですね。そしてみんなは植民地がないと日本の国民を養うことができないなんて言っているけれども、そうじゃない。日本はこの4つの島だけで立
本当にやっていくことができるということを、彼は経済的にですね、それを論文に書きました。でこういう人だったんですね。で戦争に結局日本は敗れました。その時に石橋湛山はね、負けた瞬間に万歳って言って喜んだっていう人です。これで日本は新しい未来がある、日本は四島でやっていけると言い続けたんですけど、皆さんご存知のように日本は全部の植民地を失って、戦後4つの島で驚くべき経済成長を遂げましたね。でこういうような一つの考えを持っている人でありましたからですね、この戦後のある時期総理大臣に選ばれたわけです。でも彼はすぐに病気をしましたので、65日で総理大臣を辞めました。でも戦後のですね、何と言いましょうか、国家のグランドデザインを作った人だというふうに言われているんですね。でじゃあこの石橋湛山という人物はどうやってできたのかというふうに言いますと、でこの人は山梨県の甲府中学校、旧制中学校にいた時に、その中学校に校長としてやってきたのが、実はクラークの弟子の一人だったんです。で大島正武という人ですね。この人がですね、クリスチャンで校長としてやってきた。その時湛山は中学生、この10代のわずかに実際、10代の10いくつの少年でしたね。でも湛山は言ってますよ、この大島正武という人を見た時、子供心にもですね思ったそうです。この人は世の常の先生とはどこか風格が違う、こう思ったそうですね。で後に石橋湛山は書いています。その1年間この人が校長としてやってきた時、未だかつて知らざる強き感銘を大島校長より受けた、その感銘は私の一生を支配したと言っています。つまりこの人はクラークに影響を受けた大島正武という人によって10いくつの時に大きな影響を受けたわけですね。そしてそのどんな影響を受けたかということを後に文章で書いています。私がはっきり大島校長から強く感銘を受けたのは、先生の口を通してあの有名なボーイズビージェントルマンおよびボーイズビーアンビシャスの2つの言葉を伺った時であった。それは何という眼蓄の深い言葉であろう。私は後にこれを自分の言葉に翻訳した。ボーイズビージェントルマンを少年よ君子たれと訳した。ボーイズビーアンビシャスを少年よ志を大にせよと翻訳した。そしてその時子供心に自分の目がこれら2つの言葉によって突然開かれるのを感じたと言います。こうして石橋湛山はですね、ジェントルマンとは何か、紳士とは何かということについてこう言っています。自己の良心に従い、自主独立の行動をする人が本当の紳士だ。そして一方の志を大にせよとともに、この言葉に意味するところを一生続けてやっていこうと思って私はやってきたんだと言っていますね。そしてその書斎には常にクラークの写真を掲げていた。こんな総理大臣がですね、戦後いたっていうのは不思議ですね。本当にクラークを尊敬する、憧れる人がいたわけですね。僕はこういうのを見ながらですね、まあ本当に人が与える影響っていうのはこんなに大きいものかというふうに思います。憧れというものは人を変えていくんだなというふうに思うんですね。同様に皆さん、もし皆さんがイエス様に憧れて、イエス様のそばにいることが本当に皆さんにとって親しいことであるならば、確実に皆さんはイエス様の影響を受けます。影響を受けた分だけ、皆さんは他人に影響を与えることができます。ですからどうぞですね、自分の訓練は、ああイエス様と共にいることなんだろうなというふうに思っていただくことですね。イエス様と共にいるならば、それが後にどれだけ大きな実を結ぶかということは、私たちの想像をはるかに
超えているというふうに思います。で、以上が今日ですね、皆さんにお話ししたかったことなんですけれども、ですから、イエス様はどうやって弟子を作られたのかということです。イエス様の養成方法はですね、それはイエス様の方から声をかけ、イエス様の方から皆さんを招き寄せてくださったということです。つまり皆さんがここにいるのは、自分が勝手に来たんじゃないということです。で、あるいは皆さんがこの地上に生まれたのも自分の勝手で生まれたんではありません。皆さんが生まれる前に神様は長く思い巡らしてくださっていました。で、その身思いはですね、砂よりも多く数えることができないと詩編の記者は言ってますよ。普通の母親でも一人の子を産むのにどれぐらい考えますか？9ヶ月ぐらいはずっと思い巡らします。そうやって一人の赤ちゃん生まれてくるじゃありませんか。しかし我々が生まれてくる前に神様はどれぐらい思い浮かべられておったでしょうか。それが私たちが今日生きているということの意味なんです。神様がそれほどですね、私たちのことを思い巡らしてくださったならば、我々は非常に価値のある存在です。そしてこうして皆さんはイエス様に招き寄せられて、ここで勉強なさっているんですね。で、それが第一のことね。第二番目は、イエス様が皆さんを訓練する第二番目の方法は、ご自分のそばに置いときたいということです。ですから、どうかイエス様から離れないで、できるだけ多くイエス様と時間を過ごしていただきたい。すると必ず影響を受けます。そしてその影響が必ずですね、他の人々に影響を与えます。ですから僕は皆さんの人生の中でね、やはり感動する心、あるいは憧れる心というものをですね、ぜひ豊かに持っていただきたいし、それは何なのかと考えていただきたい。憧れって何かな、あるいは感動するってどういうことなんだろう。久しくで、この感動することがなかったなと思うのであればですね、ぜひ魂をイエス様によってより動かされていただきたいと思います。まあ、今日皆さんにお話ししたかったことはその2つのことですね。じゃあお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、イエス様は本当に、我々一人一人を招き寄せてくださいました。それは私たちが生まれる前からあなたは私たちのことを知り、私たちのことを思い浮かべて、私たちの人生を計画して、こうしてあなたと出会うことができたのだと思います。そしてあなたは、できるだけ私どもをあなたのそば近くに置きたいと願っておいでになります。どうぞ、ここで学んでおられるすべての方々が、イエス様のそば近くにあることによって、力強い影響をイエス様から受けて、それから伝道へと使わされていかれますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、以上で2回目のお話は、今日の2回目のお話、そうですね、2回目終わりたいと思いますが、もう少し時間がありますね。大丈夫ですか？じゃあこの先の続きを少し話をしようと思います。まあ、ちょっと一呼吸してください。リラックスしてください。あと 10分ぐらい話せるので楽にして背伸びしてくださいね。さて、僕はですね、この町の伝道の始まりについて話を始めましたが、僕はとにかく、残りたくなかったということは言いましたね。なぜかというとですね、僕は田舎での教会で、小さな教会でクリスチャンになったので、なかなか田舎の伝道というのを難しさもよく知っていました。そして、田舎でクリスチャンになっても若者というのはみんな仕事を求めて、あるいは学校を求めて遠くに行くということを知っていましたので、この宣教師があえて
こんな小さな町に来て伝道して、彼がせっかく伝道した子どもたちが去っていくのを見て落胆することは、僕には当然のことだったんですね。当たり前のことだった。ですからもちろんこの宣教師が去るのであれば僕も一緒に去ろうとこういうふうに思ったんですけれども、宣教師はいやあなたは残ってくれとこういうふうに言われたんですね。でも僕はもう去る方向でですねいろいろとどこへ行こうかということを考えておったんですね。まあイギリスにしばらくいましたので、イギリスのですね私の友人たちからも招きがあって、もう一度帰ってそこで勉強し直すということも頭にあって、僕の心はだいたいそっちの方に流れていたんですけれども、それに反対したのは私の妻でした。で、私の妻は私がこの町に来る前にその宣教師と1年ほど伝道をやっていたんですね。ですからそこに来た学生たちをみんな覚えています。で、もし宣教師も去り私たちも去るならば、そうするとですね、去っていった子どもたちが後で帰ってこようと思っても、その時帰るべき教会がないと言ったんですね。だから私たちはやっぱり残って彼らが帰ってくるのを待つべきだとこういうふうに言うわけですね。で、僕にはそんな高尚な願いはないのでですね、いやいやもう本当に去りたいと思ったんですけども、彼女があまりに反対するので僕はやむなく残りました。でも心の中で思ったんですね、2人だけですね、大学生と予備校生が、大学1年生と予備校生が2人だけいたので、まあ彼らもいずれいなくなるだろう、いなくなったら別のところへ行こうというふうな思いがあったんですけれども、ところがその中の一人がですね僕に言いました。米村さん、もう一度高校生たちにチラシを配って伝道しましょうとこう言うんですね。彼はとても熱心だったんですね。僕はとても困りました。チラシを配って、そしてまた子どもたちが来るようになったら僕はますます逃げられないじゃないかと思ったんですね。ですからあまり伝道したくなかったんですけど、とても熱心に彼は言うので仕方なく僕はですねチラシをこう配りました。そうしたらですね、なんて言いましょうか、まあ、子どもたちが不幸にして来始めたんですね。それでもう仕方がないので、また新たに高校生たちと一緒に聖書を学び始めました。彼らはね、不思議なほどに熱心で、この今はこんな伝道しても高校生やってきませんよ。でもあの頃は高校生たちやってきてね、実はその高校が、あるいは高校も中学校も教会から、まあ、歩いて10分ぐらいのところにあるんですよ。そうするとね、その子どもたちはみんな学校に行く前に毎朝聖書を学びに来るんです。ですからほとんど365日集会を彼らとやっていましたね。ですから、まあ、そういう意味ではだん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 僕は日も幸も行かなくなって、子どもたちに聖書を教える、それがだんだん僕にとっては非常に喜びになってきました。まあ、こういうふうにして実はそこの伝道が始まったんですね。でやがって、当然その子どもたちも3年生になり卒業の時がやってきますよね。みんなが卒業するわけではありませんでしたけども、中心的な人たちは卒業の時がやってきた。で、彼らはもちろん受験やあるいは就職のために、外へ出ていくという可能性は非常に高かったんですけれども、でその時に、僕はふと彼らに言ったんですね。で、実はね、この町は人口1万5、6千人の町なんだけれども、戦争前にここに教会を始めた人たちがいたんだ。それは救世軍だったんですね。ご存知ですか、救世軍っていう団体、ね、が始めた。しかし教会はできなかった。戦後ね、実はカナダからもある宣教師が来た。で、そこで伝道を始めたけれども、その人はですね、この何か洗礼を授けたようだけれど、しかし結局その人もこのマシコを離れてカナダに帰ってしまった。
それから随分経って、この僕の知っているチャック・ニコラスっていうね宣教師、僕が通訳したその宣教師も来て、この数年伝道したけれども結局アメリカに帰っていった。で、その後、まあ、僕がやむなく引き継いで、この数年経つんだけどいよいよ君たちも卒業になる、だけどどうだろうと言ったんですね。学生ばかりのこの我々には何の力もないけれども、いつかみんなでこの社会に少しでも健全な影響を与えるような一つの共同体をみんなの手で作ってみるということはどう思うって聞いたんですね。で、自分の人生の中で何かこう社会に人々に影響を与えるような一つの団体をここで作ってみる、それに参加してみるという気持ちはないと聞いたらですね、彼の多くがやってみたいって言ったんです。でも君たちね、やってみるって言うけどそれ大変なことだよ、それをやるには君たちはここに残らないといけないよって言ったんですね。大学もこの近くの大学を選ばないといけない、就職も近くにやらなければいけない、本当にやる気なのってこう聞いたんですね。やってみたいって言うんですよ。そうしたら彼らはね、猛烈に勉強し始めて、みんなね、近くの国立大学、熊本大学っていうんですけど、そこに受かるように勉強し始めました。看護学校も熊本にあるんで、ね、そう勉強し始めました。ある人はもうすでに福岡の看護学校が受かってたんですけど、それやめてもう一度勉強し直して、熊本の看護学校に行きました。で、就職はみんなね、ここにいるためにはできるだけ公務員がいいっていうので、町の役場を受けたり、市役所を受けたりしましたね。こうして何人かの人たちが残ってくれたんですよ。これはもうびっくりするようなことでしたね。こうして彼らは近くに仕事を見つけてくれました。まあ、これがなかったならば、教会というものはなかっただろうなと思います。でもそれから何十年が経って、その時ね決断してくれた人たちはもう今60を過ぎていますけれども、聞くとね、あの時にそういう決断したことはとても幸せだったって言います。そうでなければ自分はね、市役所の職員として、まあ市役所で働いて給料をもらって帰りにはどこかで一杯飲んで帰るような人生を終わってたと思う。しかしながら自分は職場で働くだけではない、社会にそういう意味でですね、この仕事をこの市役所の職員として働くだけではなくて、何か教会を通して人々の魂に喜びを与えるという働きに参加できる人生を送れたことは自分にとっては非常に大きな喜びだ、人生がこんなに豊かになったことはないというふうにね、今それぞれがみんな言ってくれるんですね。ですから、まあそういう意味でですね、初期の頃にこのあったのはですね、この高校生でありながらみんなが牧師や伝道師になったわけでは当然ありません。もちろん、開拓伝道へ行った人もいますけれども、でも大抵の人は普通の職をしながら、教会の中で日曜学をしたり、司会をしたり、あるいは人々をですね、信仰に導いたりしながら、この教会のに携わってきました。ですから、いつの間にかこの教会は社会にある一つの影響力を持った団体として認められるようになっていった。ですね、でどういうような社会的な影響を与えたかということもですね、お話をしたいと思うんですが、実はそれから10年あるいは十数年経ってからでしょうか、この街道が立ちましたですね。でこの街道を建てる時にも僕の主義は借金はしないということだったんです。だから何も新しい街道がなくったって伝道はできるよと僕は言ったんですけれども、雨漏りがとてもひどかったのでみんながどうしても建てたいって言うんで、しかしもしみんなが建てたいって言うんだったら借金はダメだよって言ったんですね。
彼らはやりましょうと言ってですね、やって、この街道が全く借金なしでできましたね。まだみんな独身者ばっかり、あるいは学生ばっかり、そんなに人数も多くなかったけれども、よくまあみんな犠牲的にやったもんだと今でも振り返ると思いますよね。まあそうした中で街道ができた時に、その中に役場で働く人が 2,3 人おりました。そうしたらね、この街道をができた時に、町長を呼んで祝辞をもらいたいって言ったんです。町長が来てくれるかなと僕は言ったんですけど、彼ら一生懸命行ってですね、役場の職員ですから来て話してくださいと言ったので、町長が来てですね、剣道式の時に祝辞を述べましたね。それをですねちょっと読んでみますとですね、その中でこんなことを言いましたよ。で、ね、最近は本当にですね、この祈りを捧げたり、あるいは一日を反省したりする、そういうようなことをする人は最近はとても少なくなりました。しかしこの教会では毎日曜日に ここへ来て賛美歌を歌い、そして自分の人生を反省し、そして立派な人生を生きたいとお祈りをなさる方々が多いということは素晴らしいことですと、こういうふうに言ったんですね。そうして常に心を養い、世の中を清めるために皆さんは労しておいでになります。で、道路がきれいになったり、公園やホールができても、そういう外側の形だけでは、これは見せかけの街の繁栄です。どうかクリスチャンの方々にはですね、町民の心を養うという方面で今後ともご尽力いただきたいという挨拶をしてくれたんですよ。ですからみんな本当に町の人たちが、何かこの教会は心の養いのために存在する場所だなということを認めてくれた。これは非常に大きな励ましだったんですね。ですから、まあ、そういう意味でこの教会は学生たちだけを通して始まった教会でしたけども、徐々にこの周りの社会の人々がこの教会の働きを認めてくれるようになっていったっていうものがありますね。ですから皆さんの質問の中で、この教会にどんな方針がありましたかとありましたが、まあ、以上のようなことから始まった教会だと言っていいかというふうに思います。まあ、また続きは後にお話をしたいと思いますね。以上です。どうもご苦労様でした。終わりたいと思います。